個人として今シーズンはスタメンで出場したいっていう目標があって、まあ、その目標を達成できたっていうのは個人的にもすごい自信になりましたし、でも実際出たからといってチームを勝つことができたかとか得点に関われたかって言われたらまだまだな部分ばかりなので、得点に直接関わったりとか勝利に貢献できるようになりたいです。どんなところが手応えで、こう課題はどんなところかなって今。昨シーズンは、まあ、途中交代で最後ちょっとだけ出るっていうことが多かったんですけど、まあ、守備の1対1の部分で振り切られたりとかっていうのはすごい昨シーズン多くて、で今年はこうフィジカル的にも昨シーズンよりはこう当たり負けしてないシーンは増えたのかなとも思いますし、ロングボールとかと得意としている部分は通用はしているのかなと思いますけど、でもまだまだ精度の部分だったりやっぱ課題も見つかりました。ご自身が何か変えた部分っていうのはあるんですか？もちろん課題をこう改善するのも大事だとは思うんですけど、ストロングをより磨いて伸ばそうっていう意識に変えました。具体的になんかどういったことを行動に起こしていったみたいな。練習からもうひたすらロングボールを蹴ってアピールするっていうか、スタッフからも選手からもそのマーヤのロングボールはすごい長所だよっていう風に言われてから、自分がそれまでロングボールって蹴れる選手だとは自分は思ってなくて、こっちに来てレジーナに入って、あ、自分蹴れるんだって気づいて、そこからスタッフにもこう見てもらっていいアピールになればなと思って毎日練習に取り組んでましたし、まあ、それがいい風に捉えてもらえたのでこういう結果になっているのかなとは思います。そのロングボールでいうと参考にしてる選手とかって、青山さんとかですかね。サンフレッチェの、あ、そうです。すごいボール蹴るんですよ。ポジションは違いますけど、ああいうパス1本で局面を変えれるようなそんな選手になりたいです。2つ上の兄がいて、その兄の練習についていったことがきっかけです。始めたというか、まあ、ボール蹴り始めたって感じですね。あんまり覚えてないですけど、あの聞く話によると、こう練習とかよりもみんなとこうわちゃわちゃ遊ぶのが多分楽しくて、試合とかゲームになってもこう座ってこう土に絵描いて交代させられるみたいなそんなだったよっては聞きました。めっちゃ都会です。大都会、超都会です。いやー、めっちゃ都会ですね。こっちなんかスクランブル交差点みたいになるじゃないですか。幅の広い道路とか5車線とか、車が、建物も高いし、なんか広告もなんかでかいし、人も多いし、すごい都会だなって思います。好きなご飯、広島はお好み焼きがやっぱ好きです。パン屋さんに行きます。ベーグルが好きで、朝から整理券並びに取りに並び行ったりとか、あのグッドオーブンっていうお店で朝9時ぐらいから整理券を配り始めて10時オープンなんですけど、8時ぐらいに家出て整理券3番目に取って、で1時間後帰ってきて買いました。その時はフーナと一緒に行って、2人でめちゃくちゃ買いました。なんか今食べるよで、ちょっと後に食べるよ、保存よみたいな感じで2人で10個ぐらい買いました。多分めっちゃ買いました。心がときめいた瞬間ですか？ドラマ見てキュンキュンした時ですかね。ドラマ、はい、今やってるサイレントのドラマもいいし、あの君の花に、なるもういいし、なんかもういろいろよくて、韓国ドラマも見ててキュンキュンしてます。朝散歩に行く、こうやっぱ朝早い試合じゃないじゃないですか。でお昼とか夕方なので、こうなんだろう、体を起こすためにというか、早めに起きて散歩行って、なんかパン屋さんに行くだったらパン屋さんに行く目的作ったり、コーヒーに買いに行くっていう目標を作ってあそこまで歩いて行ってます。30分ぐらい、結構音楽聴きながら寝起きのまんまでちょっとダラダラしながら行ってます。いっぱいあるんですけど、
点取りたいです。昨シーズン1点も取れてないから1点は絶対取りたいですし、3点とか取れたらもう最高ですよね。アシストもしたい、アシストはいっぱいしたいな。今シーズンで5 初めてこういう目標をなんか立てました。